サトシ君、お家に帰らなくていいんですか？じ？今日はお母さんが遅い日だからまだ大丈夫。それに今日の撮影、棒倒し10連続チャレンジ、成功してないのに帰るなんてできないだろ。その企画はひどいにも程があるので、続きは明日でもいいですけど。じ、人が頑張ってんのに。サトシ、あれ、サトシ、迎えに来たぞ。お父さんとお母さんだ。サトシくんの？じ、ブラックチャンネル。じ、何言ってんだよブラック、それ以外ないだろ。さあ一緒に帰りましょう。今日はお仕事遅いんじゃなかったの？それにお父さんまで。今日は早く帰れたからサトシを迎えに来たんだよ。そうなの？やった。さあ一緒に帰りましょう。うん、さっきは帰らないって言ってたじゃないですか。迎えに来られたら帰るしかないじゃん。にしても公園までお父さんとお母さんが迎えに来てくれるなんて初めてだ。なんか嬉しいな。鬼ヤバですね。今日は何かの記念日とか？ううん、全然。帰りましょう、サトシ。お父さんとお母さんと一緒にな。わーい。何やら鬼ヤバな予感がします。何が？じー、いつもの家。今日の晩ご飯、俺の好きなものばっかだ。サトシのためにたくさん作ったのよ。よかったな、サトシ、いっぱい食べるんだぞ。うん、よかったですね、サトシくん。じー、俺の大好物食べ放題、これっていい動画になりそう？いえ、全く面白くはないです。ガク。ただ、俺ちゃんどうも引っかかってまして。え、何？ほらほら、冷めないうちに早く食べるのよ。あー、うん。うわ、美味しそう。カメラちゃん、特にあちら側を重点的に。じー、優しい家族。食べた食べた。カレーのおかわりあるわよ。食べたいけどもうお腹いっぱいだよ。デザートにケーキもあるのよ。え、やった。ケーキの他にもお菓子やジュース、サトシの好きなものは全部買ってあるぞ。本当に？今日めちゃくちゃいい日だ。おかしいですね。じー、何が？でもサトシくん、今日は何でもない日だと言いましたよね。そうだけど。しかもサトシくんは昨日も0点を取ってお母さんに怒られていたはず。俺ちゃんはカメラちゃんと一緒にその様子バッチリ撮影しましたから。通るなよ。つまりお母さんとお父さんがこんなに優しくする理由は一つもないのです。まあそうだけど、だからなんだって言うんだよ。おかしいと思いませんか？いや別に。サトシくん、優しい分にはまあよくない？お母さん、デザートちょうだい。いいわよ、たくさん食べなさい。それにお母さん、サトシくんにばかり食べさせようとして自分は何にも食べてませんよ。お父さんも。じー、ほんとだ。お母さんとお父さんはご飯食べなくていいの？私たちはいいの。サトシがたくさん食べてくれたら嬉しいよ。いつもは甘いもの食べすぎると怒られるのに、お父さんもお母さんも今日みたいにずっと優しかったらいいのにな。私たちはこれからもずっと優しいわよ。やった。だからサトシはずっと家にいるんだぞ。うん、鬼ヤバですね。じー、何かがおかしい。うぅ、さすがにちょっと食べ過ぎたかも。サトシくんの家でこんなに大量のデザートが出てきたのは初めてでしたね。じー、お腹痛くなってきた。ちょっとトイレ。では俺ちゃんも一緒に。なんで？サトシ、どこ行くの？ここにいなさい。トイレ行くだけだよ。家族の本性。サトシ、美味しいジュースがあるのよ。サトシの好きなゲーム、たくさん買ってきたぞ。嬉しいけど、俺トイレ行くから。ちょっとしつこいですね。じー、いやお前もな。なんでみんな俺のトイレについてくるんだ。俺ちゃんにいい考えがあります。トイレに入ったふりして、ちょっとここで様子を見ましょう。なんでそんなことしなきゃいけないの。いいからいいから。じー、
サトシ。サトシ。お父さんとお母さん、トイレのドアまで開けようとしてる。なんで？ジュースもお菓子もいっぱいあるのよ。サトシの好きなゲームでたくさん遊ぼう。ジュースもお菓子もあるのよ。ゲームでたくさん遊ぼう。さっきからずっと同じこと言ってますね。じー、どうして二人とも、なんかおかしいよ。やっと気づいたんですか。じー、どうしちゃったの。カカカ、俺ちゃんは最初からおかしいと思ってましたよ。じー、サトシ君、何にもない場所に向かって幸せそうにしてましたから。何この映像、お父さんもお母さんも映ってないじゃん。今ご両親はどこにいるんです。じ、トイレの前に。俺ちゃんには見えませんよ。え、そのお父さんとお母さん、サトシ君にしか見えてないです。そんなカカカ、鬼やばな予感がしますね。なんで、ここ俺の家だよね。それも怪しいですよ。サトシ君は偽物家族というお話をご存知ですか。偽物？いつも通りに帰宅すると別人のように優しい家族に出迎えられるものの、自分を外へ出さないように家族はみんなおかしな行動ばかりしてくるそうです。俺ちゃんの仮説ですが、サトシ君は今偽物家族の作り出した異世界の自分の家にいるのでは。じー、それってこのまま俺ここにいたらどうなっちゃうの。それを知る人はいません。偽物家族に連れて行かれた人は元の世界に戻れないので。やばすぎる、早くここから出ないと。ご両親はサトシ君を呼んでますけど。じー、本当のお父さんとお母さんじゃないんでしょ。俺本当の家に帰る。サトシ、美味しいお菓子があるのよ。一緒にゲームで遊ぼう。やっぱり追いかけてきた。俺ちゃんには見えませんけどね。じー、行っちゃダメよ。行っちゃダメだ。逃げろ。お菓子があるのよ。ゲームで遊ぼう。本当の家。走ってたら公園まで戻ってきちゃったよ。追いかけてきてないよね。俺ちゃんには見えないので分かりませんが。じー、いや、いない。よかった、助かったんだ。もうすっかり夜ですね。やば、そうだ、本物の家に帰らないと。夕ご飯の時間とっくに過ぎてますよ。じー、はあ、お腹痛かったけど、なんかもうそれどころじゃなくなったよ。不思議な経験でしたね。っていうか怖すぎたよ。何なんだよあの家族。何者かがサトシ君の家族のふりをしていたのか、はたまた異世界におけるサトシ君の家族だったのか、何にせよあの場に長居していたら何か良くないことが起こっていたかもですね。早く家に帰ろう。ただいま。ほらサトシ、帰ってくるのが遅い。ごめんなさい。お父さんと一緒にサトシが帰ってくるの待ってたんだからね。え、お父さんもいるの。罰として、今日はサラダのピーマン絶対に残さないこと。その代わり今日はサトシの大好きなカレーにしたのよ。デザートにケーキも買ってきたぞ。食べきれるかな。カメラちゃん、サトシの好きなものばっかりよ。たくさん食べなさい。おやおや、鬼ヤバですね。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。